私が一番年上の先輩なので、そのつもりでね。あ、頼むぞ。あれ？ちょっと待って。あなたもそういう人？意外そう。ちょっと待って、田中さん。はい。あなた一番年下でしょ？はい。それに研修で来てるんでしょ？はい。今みたいな態度は良くないんじゃないですか？まあまあ、そんなにヒステリックに怒ってると、みんなに嫌われて、サチの薄い女になっちゃいますよ。誰がサチが薄い女よ！あ！こんにちは、サチ薄江です。父親のサチ薄江です。今呼びましたよね。いや、別に呼んだつもりはなかったんですけどね。はい。ね、あ、今日お母さんいないんですか？女房の薄江は三途の川を渡って黄泉の国に帰って行ってしまいました。ああ、そうですか、そうですか。こんばんは。おめー！サチウスです。あの世に行ったんじゃなかったですか、お母さん。お母さん。お母さん、すいません、お母さん。あれまた戻ってきた。あ、そうですか。ちょっと怖いですね、その格好が。よみがえり。ちょっと危ない危ない危ない。あ、先輩。ちょっと待って怖い。ここは先輩ですよね。先輩。いや、無理です無理です。英語限定一般ギャグバトルと気になる新メンバーの最新情報をお届け。6月18日品川で行われたあるイベントに大勢の人が詰めかけました。実はこれ、まだデビュー前のある人に一目会いたいと集まったファンクラブ限定のイベントなんです。藤沢から来ました。すごい期待してます。この熱い声援を受けている人物とは、モーニング娘。新メンバー角小春なんです。萌え、5月7日に行われた武道館ライブでのお披露目以来、先輩メンバーとの合流に向けてずっと個人レッスンを受けてきました。そのためファンの前に姿を現すことがなかったので、このイベントを楽しみにしている人が大勢いたんです。みんな来てくれて嬉しかったし、自分的にも楽しかったと思います。こんなに集まると思ってた？思ってなかったです。こういうみんな期待してるみたいだから、自分なりに頑張りたいです。迫ってきた新曲のスタジオ収録、ファンの期待に応えられるのか。続いての講義は英語で一発ギャグ。ハロウィンではすっかりおなじみの小道具一発ギャグに、今回は英語限定で挑戦していただ
今のところ同点の両チーム、このバトルが勝敗の分かれ目となります。判定は清雲先生が行いますので、はい、ツボをついてくださいね。はい、はい、はいはい、石川さん、はい、見本をお願いします。お願いします。見たいよね。見たい。これしかない。いきますよ。これオレンジ来ない？お、オッケーですか？オレンジ。多分普段より難しいですよ、皆さん英語なんで。それではいきましょう。英語で一発ギャグスタート。お、来ました。どうぞ。私のバード受け取ってください。優しい先生。はい、もうお母さん夕飯まだ？あ、お母さんなのね。全部来てお母さんでしたけども。さあどんどん行きましょうね。耳が大きくなっちゃった。いやーん。先生、可愛かったんだもんだって。甘いですよ。すいません。バードだよ。え？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 そんなバナナ。そんなの辛いっすよ。やったね。セインさんにメロンメロン。あの言葉なんで、はい、レナのとこの方言です。あ、はい。もう電気がないと暗いと。あー、なるほどね。はい、おー、やった。あ、耳がでかくなっちゃったっていう。いやあの原点です。待って本当に逃げやがった今。まあ、逃げたもんが違うの。あ、クロックが黒くなっちゃった。やった。OK ですか？はい、これトレイン。取れるだろう。取れるね。ということでラスト1人。どうしてもの人は出てきてくださいね。どうしてもやりたい。いくよ。ラストじゃねえじゃん。あー、酔っ払っちゃった。ウィック。お前よ、やっかましいよ。それ日本語じゃないの。